ちょっと恋愛小説。この電車には優先席があります。ちょっと優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、あ、これ病気の話ですね。中心ですね。薬の恋愛小説じゃないですよね。っていうそんなこんなでチルボーのです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日はですね、はいはい、どこに行くの？そこ久しぶりですね。プライベートサウナに、あ、向かいたいと思います。待ってましたっていう声多いから、ね、ちょっとここ何駅ですか？今五反田駅っていうところに。お、五反田、ちょっと見ていただきましょう、はい、うわ、なんかシャッタースピードが一旦切るよ。あ、これはまずいことになってますね。ちょっと一旦切ります。直りました。よかったです。行きましょう。 OK。 何口から出るんですっけ？日水、うん、都営浅草っすよ。都営西口こっちだ。あ、ごめん。おう、お、わ、天気よ。1、2、3、4、2、3、4。あ、着いた。着きました。一人という贅沢。わ、いいっすね。二人で行こうね。贅沢じゃないってこと？それはダサ。まあ一応あれですね、5分前から入れるってことなんで。ガチョン。じゃあ、あれ出してよ。上に参ります。あれ？あ、UFのやつやな。あ、その後は廊下を組んだ。あ、棚にあるんだ、もう。なるほどね。じゃあもう入っちゃおうぜ。あ、一応ここにオロポもあるんですね。完璧やん。え、買ってく？そうね、すぐいつでも飲めるようにね。確かに。買っておくか。100円ってのいいね。確かに120円とか結構多いよね。そう。せーの。やっぱ俺ら音楽系 YouTuber だからね。そうじゃないだろ。お、体温正常だ。あ、ちょっと手びしゃびしゃ、ちょっと。あ、これあれじゃん、アトモスウィンドウだ。6だからこっちか。確かに。オープン。あ、もうなんか、ちょっと待ってよ、もうサウナの匂いするね。もういい匂いする。お、なんか書いてる。こいつ気持ちよさそうやな。絶対にこいつキッチーって言ってんな。お、これがあの今日の主役と言ってもいいでしょう。これにサウナがついてるっていうので来たんだよね。そう、アトモスウィンドウにサウナがついてるんですね。ということで、ちょっとここから軽くルームツアーみたいなことします。あ、SNS やってますってことなんで、皆さんこの QR 読み込んで、あの、登録してください。で、こっちがシャワールームでございます。これで体洗ったり体を冷やす場所でございます。こっちが茶室。ちょっと中に入るのは後からにしましょうかね。結構広い。あ、結構広いな。寝れるんすよ。あ、寝れるんだね。ここに一応ベンチもある。お、スノーピークのベンチだ。いいベンチですね。これが整いですかね。で、タオル、ちっちゃいのとでっかいので2個タオルついてます。あ、これで光量いじれんだね。電気消したりつけたり。さあ、ここか。はい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 。音楽。あ、Bluetooth でつなげる。あ、これか。これで Bluetooth つなげるんでございますね。Bluetooth で音楽聴くことができて、あと照明は、あ、ここに書いてて、さっきいじったけど、整いスペースと茶室で帰れますって感じで。シャワー、うん、15度くらいですね。で、ちょっと今持ってきてもらったんですけども、サウナハットも無料でレンタルできるっていうことで、いいですね。この、なんて言うんでしょう、デュークサラリースタイルというか。はい、ということで早速準備ができたんで入っていこうと思います。イエーイ。サウナハットをスッとね、うん、いきますよ。はい、オープン。わー、熱ー。あ、気持ちいい。うわ、マジ内輪がある。なんで、すごい。ってことはこれ、こういうこと？じゃあまずこちらですね。サウナストーン。ニコちゃんいる。あ、なんか前どっかで見たことある。またお会いしました。あ、で、ここに1時12分計がありまして、お、今ちょうど90度ぐらいですね。
で、これだよね。ああ。寝そべれんだよね。おぉ、こんなとこにアロマが。いいですね。何の匂いだろう。飲むのかと思った。飲まない、さすがに。でも飲みたいなと思ってしまうほどいい匂いしますね。僕 178.5 センチなんで、178.8 センチあるんですけど。いや、細かいよ。足伸ばすと、どうでしょう。足なるほど、だからタオルが必要なんだな。なるほど。あ、敷けってことなのか。うん、まずそれ敷いてさ。じゃあ、今学んだんで敷きます、ね。こんな感じで。よいしょ。あ、うわぁ。あ、全然入るね。だから元気がここに来るから、元気がちょっとだけこう、足をこうやってもらって、で、俺がこんな感じで。うん、悔しいね。ちょっとこれ、なんか見たんだけど、お、こんなところにミーシャさんがいるんですね。今会いたいと思ってたんですよ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ11時30分のゴールで始めていこうと思います。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のアロマは大体柑橘系のアロマということで、音を楽しんでください。はい。ああ、あっちぇ。気をつけてくださいね。あっちぇ、やめてー。あー、じゃあ空気をね、こうね、あっちぇ。ごめんなさい。あちゃん、あちゃん、あちゃん。1、2、サウナ。1、2、サウナ。1、2、サウナ。ありがとうございました。ありがとうございます。サウナー、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 サウナー。あれ、湘南の風の人。粒のジャンボリー、いやいや、スーナハマービッグバッグ。なんかこの匂い懐かしいんだよ。生まれる前から知っていたような。急に熱くなってきたよね。いや、こうくん、吉岡蓋は落とさないから。ちょこれが化粧水と乳液、なんか良さそう。クラウドファンディングでなんかめちゃめちゃ売れたって書いてる。お、あ、手紙と綿棒と櫛も一応ここに入ってんだね。ということで、ヒーヒーって出てきましたね。いつものごとくバタバタで時間ギンギンで、なんか最後のセットリアリきちゃうよね。きちゃって髪びちゃびちゃで、焦ったらならで、ダラダラやんけお前。でもどうですか、うん、めちゃめちゃ良かったね。いや、めちゃめちゃ良かった。いや、暑かった。温度がってこと。あ、まあ温度もだし、今が一番暑い可能性すらあるね。びちょびちょ。水風呂なかったから。そうね、ちょっとどうなんですかねみたいな、こんな感じの目で来てる。いけんのって、調子どうなのって思ったけど、すごいシャワーがやっぱ冷たいからなのか、抜群にね。そう、多分同じ温度でも水風呂よりあれだったシャワーの方が。ああ、確かに頭がさ完全にいけるから、もう脳天から水が降り注ぐ感じが最高でしたね。うん。照明とかもすげえ落ち着いてたし。完璧。
誰とも思わないし、店員さんとか確かに、ね、フロント誰もいないし、今の時代にもマッチしたいい、うんうん、とこなんじゃないかなって感じしますね、うん、また次回のサウナでお会いしましょう。さよなら。はい、今日の公式キャッチでーす、はい、いやー、5番がラドルさん、サウナの質屋買い取りやごめんなさい。